ちなみにメールの一つ容量は 290KB です。ソフトバンクの S メールの、まあ、300KB とほぼ、まあ、近い状態です。12通までぐらいしかメールの容量がないので多分取れないかなと思ってます。携帯電話でメールの容量が1GB ぐらいあるっていうのがなかなかないのです。ちなみに 812T 東芝製の携帯電話はメールで保存できる容量は 2MB しかありません。
ずいぶん時間がかかるな。何？8時か。もう少しで。多分12までしか受け取れないと思うんですが。なってしまった。という感じでした。